鬼火たちが大榊君たちの家の方に飛んでいくのが見えたわ。おはよう。そこの者は神社に入ることができない。鳥居が聖域の始まりで終わりだからね。相手が多すぎるのがいけないわ。石くなぎに連絡し続けているのだけど、援軍はまだ